リバプールは SNS 戦略の実はパイオニアなんです。選手の価値というものも SNS のフォロワー数とかコミュニケーションどのぐらい取れるかっていうところでの価値が決まってくるので、リバプールはいち早くやったと。これは素晴らしいなと。皆さんこんにちは、鈴木啓太です。今日話したい内容はみんなが活用してると思うんですよ。でそれをいち早くやっていたクラブがありますみたいな、そんな話をちょっとしていこうかなと思うんですけど、僕も大好きなチームなんですけど、大好きな監督がやってるチームなんですけど、リバプール、日本人では南野匠選手が、在籍してますよね。リバプールがですね、実は SNS 戦略っていうもので他のチームよりも先進的だったと。こういった話を今日していこうかなというふうに思っています。リバプールって世界的な価値すごい高まっていて、それ何のおかげかっていうと、この SNS なんですよ。 SNS をうまく有効活用してる、まあ、そんなチームなんですよね。リバプールは SNS 戦略の実はパイオニアなんです。これどういうことかっていうと、ツイッターを始めたのが2009年の1月なんですよ。これね、2009年の1月って他のサッカーチームは多分ツイッターまだ活用してない、多分一番最初にこう大きなビッグクラブでやり始めたのが多分リバプール。何のためにやってたのかっていうところもあるんですけど、双方向のコミュニケーションの重要性っていうのをもうその時に理解していたと。今までは、まあ、テレビで CM 打ったり一方的にそのメディアを通じて発信するだけだったのが、ちゃんとコミュニケーション取りましょうよと。実はその最初に SNS の担当となった方がもうすでにそういうことの重要性を築いていて、ファンの方からの声聞きたいですと、いろんなコミュニケーション取りましょうみたいな、そんなことを伝えていた。ファンとコミュニケーションを取るためにやるとか、そんな形でスタートしたサービスじゃない中でリバプールはいち早くやったと。これは素晴らしいなと思うんですよね。もうすぐに100万人突破、そして今ではもう1500万人以上がそのリバプールのツイッターフォローしてると。もうね、2013年の春には12カ国語に対応したアカウントを開設してるんですよ。アラビア語、日本語、スペイン語、バングラデシュ語もある。もうこれね、すごいなと。でもリバプールってアジア戦略がすごくうまかったんですよね。リバプールのファンってアジア結構多いんですよ。だからそういったところにもいち早く目をつけて、まあ、SNS を活用したグローバルな進出っていうところがすごく上手だったと。じゃあ日本のクラブどうなのかと。実は日本のクラブもですね、2010年ぐらいからツイッターとか始めてるんですよ。浦和レッズも確かね2010年、川崎フロンターレも同じぐらいに始めていて、でもやっぱちょっとね、あの日本のクラブとヨーロッパのクラブとでは桁が2個違う、まあ、そのぐらいこう日本と海外のクラブとでは SNS を使った戦略、ビジネス的な戦略っていうところがちょっと違うかなと思います。 J リーグのアカウント、もっとそのリバプールとか海外のクラブみたいに何千となっていくにはどういうことをしていけば。やっぱ意外とそのクラブっていうのは難しいかな。その単純にその簡単にいかないっていうのはオフィシャルのコメントしか出していくことができないので、まあ、このあたりはもう地道な作業になってくるのかなと。海外の人たちからのフォローっていうものが欲しいのであれば、やはりアジアチャンピオンズリーグに出ることとかクラブワールドカップに出ることによって知名度上がるし、そして言語対応するとかっていうところが、まあ、重要になってきますよね。例えばですよ、コンサドーレ札幌がすごくうまいのは、まあ、チャナティップっていう選手をタイから獲得してですね、そのチャナティップ選手に個人についているフォロワーを、まあ、コンサドーレのファンにしていこうと。SNS とスポーツ界っていうのは切っても切れないですし、また選手の価値というものも SNS のフォロワー数とかコミュニケーションどのぐらい取れるかっていうところでの価値が決まってくるので、どれだけいいプレーをするかって、まあまあこれすごく重要なんですけど、でもちろん年齢とかもありますし、あとは影響力がどのぐらいあるのか、だから例えばネイマールっていう選手が、まあ、どのぐらいの価値があるのかっていうのは SNS のフォロワーこれだけ見てくれればわかるからっていうことをネイマールサイドが言ってる言ってないっていう、そんなこともあるみたいですよ。だから資料は紙切れ1枚にインスタ、ツイッター、まあ、SNS のフォロワー数を乗っけて以上、これが僕の価値です。でもなんとなく分かりやすいじゃないですか。あ、このぐらい影響あるんだね。でそれが例えばユニフォームの販売につながったり、
観客動員につながったり、さらにそれを活用してクラブがうまくビジネス展開をしていくっていうことを考えていくといいのかなって思うんですよね。もちろんビジネス的な観点だけではなくて、ちゃんとファン、サポーターとコミュニケーションを取れるツールとしても使い方を間違えなければ非常に大きな武器になるので、 J リーグ、そして日本のスポーツ界全体が海外のクラブに習って、よりそういった戦略を、ね、考える人間がたくさん出てくると面白いのかなと思います。言われなくても分かっているよと思うかもしれないんですけど、力を入れてやってほしいなと思ってます。